ブーミントンって言ってね、イリノイ州のブルーミントンっていうところのトラックストップに来てるんですよ。ここね、朝の9時から、9時じゃないか、11時から来てるんですけどね。はい、皆さん、お疲れ様です。ちょっと買い物してきました。ここにね、もうかれこれ9時間いるんですよ。でね、その9時間、その前にね、ちょっとこういうストーリーがねあるんですけど、夜のね、夜じゃないわ、朝の2時半にね、荷物を取りに行くところに到着したんですよ。で、アポイントメントの時間がね、朝の4時半だから2時間早く着いて、まあ場所によったらね、早く荷物を積んでくれるところもあるんですけど、今朝行ったところはね、ちょうど朝の4時半ですよねからスタートして、で大体2時間ちょっと経ってね、もう荷物をね積んでることがしなくなったんですよね。それで待てど暮らせど、ね、普通だったら電話がかかってきてね、書類ができてますよって言ってオフィスにね取りに行って、それで出発できるんですけどね、電話がかかってこなくてね、でオフィスの方に行ったんですよ。どうなってんのって、こう荷物30分ぐらい前に積み終わってるけどもって言って、あ、分かった、じゃあちょっと待ってて、書類今作ってると思うから電話しますって言ってね、それからまたね15分かな30分ぐらいトラックの中戻ってね待ってたんですよ。で電話かかってきてね、 OK って書類ができましたよって電話がかかってきて、でオフィスの方に行ったんですよ。そして書類見たらね、僕がね戻るところともう一件全くね正反対の方向にね、それでね、正反対のところにね、もう一件荷物がね、僕のトレーラーの中に乗ってるんですよ。で、書類見たらね、完全に積載オーバー で、これおかしいとかって言ってね、おばちゃんがね、調べてくれたら、間違いで、2件の行き先を、1本のトレーラーに乗せてしまったから、荷物を下ろさなければいけないとかって言ってね、でそれやり始めるのに45分かかるからって言われて、その下ろし始めるのがスタートするのにね45分ぐらいかかるからって言われて、でだいたい1時間ぐらい待っててね、でかれこれそこに7時間ぐらいいたんですよね。でね、14時間の時間がね、あと1時間半ぐらいしかなくって、で、ちょっと考えたんですよね。そこであと3時間待ってれば、10時間休憩になるから、そこからまた走り出せるじゃないですか。でもね、そこのお店は、お店っていうか場所はね、もう荷物乗せ終わったら、とっとと出て行ってくれっていうところだったんですよ。だから、もう仕方なしにね、1時間半目いっぱい走って、シャンペーンっていうところから、ここ、ブルーミントンっていうところにね、
でトラック止めて、で10時間の休憩ですよ。だからね、7時間向こうでずっと待ってて、で1時間半走って、でここで10時間のリセットしてね、そんなに眠れるわけないじゃないですか。だからね、あと1時間半ぐらいでその10時間の休憩が終わるんでね、もう寝るのやめてっていうか、眠れないんでね、もう起きとこうと思ってね、それでねちょっと買い物してきたんですよ。だからこれね、今からちょっと食べようかと思って、これねチーズのデニッシュなんですよね。美味しそうだったからね。でこっちがねリンゴのデニッシュ、それでこれがねポテトチップスですね。だからね、だいたい大きさがね220g ぐらいって書いてますね。こんなんね一気に食べることできないんですけどね、まあぼちぼちと食べて、それプラスドリトスって言ってね、このちょっと辛いナチョですね。なんかねこのねプリントされてるこの女の人がね、なんか見えますか、ちょっと昔うちに住んでた人に似てるかなっていう感じでね、ちょっと買ってしまいましたけど、それプラスね、これスリムジムって言ってね、まあわかりますかね、ビーフジャーキーみたいなもんなんですよね。ビーフジャーキーをなんかこういう風に棒状にして、でこっちはねタバスコ、これでいいのかな、タバスコね、ちょっと辛いんですよね。でこっちがオリジナルになっております。まあね、そんな感じでもう参りましたね。でね、仕事をねスタートして、これからね2時間、だいたい2時間半ぐらいねかけて会社の方に戻って、でまたね次のトレーラーが待ってるんですよね。でそのトレーラーはシカゴのスコーキーっていうところね、シカゴ市じゃないんですけどね、スコーキーっていう町と、またエバンストンっていう町にね行って帰ってくるんですよね。だからね本当はね今日まっすぐ会社に帰れたら、帰っていればね、お休みで金曜日と土曜日休みで、で僕ね新しいアパートにね引っ越すんですよ。だから本当はねアパートの引っ越しを今頃は予定だったらやってるところなんですけどね、もうここでスタックしちゃいましたからね、休みを1日ずらして今から会社に帰って、今晩もう1日働いて、で明日会社に帰ってきたら丸々2日間休みで、でそれから新しいアパートにね引っ越すんですよ。まあね、自分で業者も何も雇ってないから、もう自分自身で荷物ねもう運んで持っていくだけですからね。まあその点はね、今月いっぱいで今のところ出れば問題ないのでね、それは大丈夫なんですよ。はい、ということで今日はねちょっといつもはね車窓を入れながらねビデオを撮ってるんですけども、今日はこういう感じでちょっとデニッシュを走りながらの動画ということで、今からじゃあいただきます。やっぱりねお腹空いてたらね何でも美味しいですわ。
これがね、ナチョって言って、ナチョチーズって書いてますね。まああの、まあ大体ね、ナチョスとかって言うんですけどね、こんな見えますか、こんな感じで、まあ日本で言ったらなんていうのかな、カラムーチョ、そんな感じですかね。でね、これはよくスポーツ選手がね飲んでるゲータレートって言ってね、これ一つでね 828ml 入ってますね。まあまあボリュームありますね。はい、ということで、まああとね1時間ちょっとここでぼちぼち食べながら時間を潰そうと思っております。それではまたです。さよなら。はい、これねまた同じトラックストップなんですけどね、同じ トラックストップなんですけどね、もう暇すぎてもう動画撮ろうかなとやっております。ちょっと声がね、風の音が入るかもわかんないですね。ちょうどねパイロットに来てるんですよね。もうすでにねいっぱいトラック止まっております。